はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますに頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、非常にね、怒ってますわ、僕は今ね。というかね、まあ悔しいですね。非常に悔やんでおります。もうこんなことってありますって感じなんですけども、まああったからあるんでしょうけどもね。もうね、皆さんサムネイルを見てね、動画を再生してくれてることやから、お分かりいただけてることやろうと思いますけどもね、銀歯が抜けたんですわ、これね。これ、ああ、おっしゃ、これ、銀歯、いい角度やな、これね、こう、難しい、これ、銀歯でございます。銀歯がまた抜けたんですわ、ほんまに。まあね、抜けたというかね、剥がれた、いや、転がったんですよ、もう昨日ですよ、もうね、普通にね、シャカシャカとこう歯磨きしてはね、このベルの上にね、ポロンってね、落ちてきてね。ほんでその時にね、あって言うたら、奥さんが、あまた歯取れたんかいなって言われて、よう分かったなってね、なったんですけども、もうほんまにびっくりしましたわ。もうね、もうこれはね、その以前のね、まあ今年の5月15日の動画でね、もう実に12年間にね、そのまたって12年前にこの町のお医者さんでね、あの虫歯の治療をした時にやってもらった銀歯がですね、取れてしまったんですと。だからそのね、15日の動画やから、取れたのはその前日の14日の日の晩ですわ。なのでね、その翌日のね、15日の動画をね、撮影する前に、あのちょうど朝9時を回った瞬間にですね、これはえらいことになりましたよと。ヤッスーのめっちゃ個人的な緊急事態宣言やと。急遽ね、その病院のコールセンターに電話してですね、歯科口腔外科につないでもらって、歯医者につないでもらってですね、要件を伝えたら、明日すぐ来てくださいと言われて、翌日16日に行って、なんとか詰めてもらったんです。とお伝えしたんですけども、その銀歯でございますよ。もうそのね、この銀歯がね、またね、取れてしまったんでございます。でね、その今まではその12年間頑張ってくれてたのに、僕の体から離れることなく、その一心同体で共に過ごしてきてくれたこの銀歯がですよ、このね、この前の5月15日にポロッと取れて、でその翌日の16日の朝早い時間帯のね、9時半台になんとか予約をねじ込んでもらって、でその日は担当の先生がいなかったので、また別のちゃう先生にピンチヒッターでやってもらいました。ほんで、そんなね、まあ、ようやく修復してしまったこの銀歯ね、この銀歯、こいつがですよ、こいつがね、その2ヶ月たった2ヶ月の間でね、ポロッと取れてしまったんですわ。前はね、その12年間頑張ってね、歯として機能してくれてたのにですよ、ほんまに2ヶ月の、約2ヶ月の命でしたね。5月16日に取れて、昨日が7月16日に取れたでしょ？あ、ぴったり2ヶ月ですやんか。2ヶ月ね。でもこれね、その最初に、この動画の最初に僕はね、怒ってますと、なんなら悔しいと言ってますけども、なぜ怒ってたか、なぜ悔しいかと言いますとですね、別にこれはね、別にそのピンチヒッターで言ってくれた先生が悪いわけじゃないんです。ピンチヒッターは悪くないんです。ね、この取れたこの銀歯をね、見てもね、別にその変な形にされてたっていうわけでもないし、何も悪いところはないんですよ。しかしですね、そのこのね、ポロッと取れてしまった銀歯の歯の後にね、またすぐね、バリッと音がしたんですよ。その時にね、その口の中でまた違う歯が取れたというかね、剥がれたんですわ。それが違う歯というか、その取れてしまった銀歯がね、こう乗っていた、こういうふうにこのこれをね、こう乗っていた土台の元々の歯が割れた音やったんですよ。この歯からしたらね、ここの歯からしたらね、そのベロ側にするこの口の中の内側というか中側というかね、その内側にある歯が綺麗に割れた感じで、剥がれた感じになってね、口の中に転がってきたんですよ。でその歯のかけらをね、この、まあ、ペッと口からペッと出して見てみるとですね、もう茶色く変色しててね、これはね、その、まあ、そこにあるんですけど、一緒に置いてあるんですけど、もう汚くて見せれないんですけどね、まあ、これっていうのはですね、
この土台の歯自体がまた虫歯になっていたんですよ。なのでこの土台の歯が虫歯になってしまってたことによって弱っていたがために土台がボロボロになって、上の銀歯の接着面っていうのが同じようにボロボロになっていてですね、歯磨きをする程度の力加減くらいでね、銀歯がねボロッと取れてしまったというわけなんです。そんな歯磨きをしてただけでね、そのちゃんとその歯医者さんがね、その医師免許を取得されてね、きっちり修行を積まれてすごい技術を習得された先生に治療してもらったこの銀歯がなぜ取れてしまったかっていうのはですね、ちゃんと理由がありましてね、まあ、それはまあ虫歯が理由なんですけども、ではなぜこの、ね、短期間に、その2ヶ月っていう短期間の間にね、こんなにひどい虫歯になってしまったかと言いますとですね、僕はね、その白血病という病気でね、この治療をしてですね、その治療の過程でね、骨髄移植を受けまして、その骨髄移植の副作用と合併症をね、抑えるためにですね、免疫抑制剤を飲んでいます。その免疫抑制剤というのはですね、その硬いものを柔らかくボロボロにしてしまう性質をね持っております。まあ、性質というか副作用なんですけども、そしてそんなね、その硬いものというのが、その人間の体の中のね、その骨とね歯に当たるんです。でその骨に関してっていうのは、柔らかくボロボロになってしまってしまったら、その先っていうのは骨粗鬆症というね病気になる可能性があります。そして歯に関してはもうお分かりの通りなんですけども、虫歯でございます。まあ、このように硬いものを、まあ、骨や、ね、歯を、ね、柔らかくボロボロにしてしまう、その免疫抑制剤を、ね、飲んでいるがためにですね、虫歯になって銀歯が取れてしまってしまったということなんです。それやったらね、その免疫抑制剤なんか飲まんかったらええやんかいさって思いますけども、思ってしまうんですけども、まあ、そうはいかんわけですよ。まあ、めっちゃ簡単に説明しますとね、その免疫抑制剤を飲んでいないと、飲み続けていないと、僕の体の至るところでね、骨髄移植による副作用合併症が起こるんです。でその副作用合併症というのはですね、まあ臓器障害なんですよ。そのね、体の至るところにで起こるその臓器障害によってね、まあ、各臓器、まあ、胃や腸、主に胃や腸ね、で肝臓、腎臓といったね、内臓が正常に機能しなくなってね、まあ、胃や腸に関しては、まあ、下痢嘔吐なんですよ。で、まあ、肝臓に関してはですね、まあ、肝臓というのは主に、ね、働きが3つありましてですね、まあ、1つ目は僕たちの体に必要なタンパク質の合成とかね、栄養をね貯蔵してくれるところなんです。で2つ目っていうのは有害物質のね解毒と分解ですね、まあ、これは血液の循環にすごくね影響します。そして3つ目がですね、その食べ物、僕たちが食べた食べ物の消化に必要なね胆汁っていうのがねあるんですけどもね、それの合成と分泌をしてくれるんですよ。なので僕たちが食べたものっていうのは胃や腸で吸収されやすい形に変えられた後に肝臓へ送られます。まあそういったことがね、肝臓では機能しなくなってしまいます。そして腎臓なんですけども、腎臓っていうのは血液をねろ過してくれて、老廃物や塩分を尿としてね、体の外へね追い出してくれるんです。またね、腎臓の面白いところがですね、その体に必要なものはね、もう再吸収してくれてね、体に溜める働きをしてくれるんです。でそんなね、腎臓の働きが悪くなってしまうとですね、その尿ね、おしっこが出なくなったりとか、その老廃物がね、体に蓄積してしまってね、尿毒症っていうやつになったりします。でそんなね、そのこの今挙げました各臓器がね、機能しなくなることをね、まあ、臓器障害って言いますけどもね、その骨髄移植の副作用や合併症で主にこのようなことが起こる可能性があるので、免疫抑制剤を飲み続けなあかんのですよ。でその代償で、まあ、硬いもの、骨、ね、歯が、ね、犠牲になってしまうんですわ。といった感じでね、その免疫抑制剤のせいで虫歯になってしまって、銀歯が取れてしまったということなんです。まあ、めっちゃ簡単に説明しましたけどね、まあ、ご理解いただけましたでしょうかね。まあ、こんな感じでね、抜けてしまった銀歯なんですけどもね、まあ、この取れてしまった銀歯が乗ってた土台っていうのが、そのね、元々の歯がですね、まあ、虫歯によってね、そのね、鋭利な刃物のようにね、鋭くピキンと尖ってしまってる状態でね、しかもちょっとね、どこかね、ノコギリのようにギザギザしてるとこもあるんですよ。なのでね、その食べ物を口に入れるというか、まあ、その僕の場合は今、流動食なんですけども、その口の中に物が入るとね、まあ、人間というのは、我々人間というのはですね、自然に反射的にね、もぐもぐと口を動かしてしまうわけですよ。まあ、そうなってしまったら、ベロを噛んだりね、ほっぺたの内側をね、噛んだりしてしまってね、痛いわけですよ。
だってね、鋭く鋭利になってるところもあれば、ギザギザギザってしてるところがね、もうむき出しというか、むき出しになったわけですよ。でね、それにね、人間っていうのはですね、まあ我々人間っていうのはですね、なんやねんこの言い方ね、もういいんですけども、まあ我々人間っていうのはですね、まあ味が美味しくなればなるほどですね、そうテンションがね上がりますのでね、イエーってなるでしょ、テンション上がるじゃないですか。そうなったら、そのもぐもぐが余計激しくなってしまって、もう無意識にね激しくなってしまって、余計に激しくベロもほっぺたの内側もね、ガブッとね噛んでしまう可能性が多分なんでしょう。これは危ないでしょう。なのでね、さっき早速ですね、病院に電話したんですよ。ほんでね、今その要件を伝えるときにですね、できれば早めに、できたら明日にって言ったらですね、その明日は担当の先生が言えない日なのでと言い切ろうとしたくらいでね、僕食い気味でね、あ、明日は別にその担当の先生以外でもいいですよと言ったらね、ね、キョトーンとした反応だったので、すかさずすぐさま間髪入れずにですね、ですね、まあ担当の先生がね、僕の情報はね各先生にシェアしておきますのでってね言われてますので、そうやって言われてるんです、だからね他の先生も大丈夫なんですよって優しく教えてあげたらね、ああそうなんですねとね、なんかそんなチャラい感じで理解していただけたみたいで、今いてる先生の中で明日診察される先生に、状況要件を伝えて確認しますので、またそれと明日の予約の状況を確認してまた折り返し電話しますということで、今まさに電話待ちなんですよ。うまくいったら明日にでもね、この銀馬ちゃんをね、僕の銀馬ちゃんね、もう一回見てください。別に、ね、見たくなくてもね見てください。まあ、この銀馬ちゃんね、この銀馬をね、その修復作業をね取り行ってもらえるんですけども、もし明日が空いてなかったら、まあ、最速でも20日の月曜日の予約外になりそうなんです。まあね、土日挟んでの月曜日になるとですね、僕の口の中がね血だらけになってる可能性がありますので、傷だらけにね、血だらけになってる可能性がほんまにありますので、まあ、希望としてはほんまに明日の土曜日にね会ってほしいところです。まあそんな感じですね。今回はですね、免疫抑制剤のせいで虫歯が進行していって銀歯が取れてしまったよというお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。で、そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。